い、こんにちは。札幌内美容室早回しの後藤です。今回はストレートパーマをやっていきたいと思います。このようなね、くせ毛の、髪の毛をストレートかけていく方法です。やる場合はですね、自己責任でお願いいたします。薬剤は僕が紹介した薬剤を使っていただくのがベストです。市販のですね、ホームパーマ用のパーマ液というのは結構強かったりするので、ちょっと失敗しやすい。 Amazon で頼んでいただいて使っていただきたいと思います。ちょっとボリュームを抑えたいという方向けです。フォルムをね、変えるだけで髪の毛ってすごい変わるので、そのシルエットを変える方法を教えたいと思います。カチューシャです。100均で売ってるカチューシャを2個使います。どういう風に使っていくかというと簡単です。シャンプーしてこう濡れている状態でやっていくんですが、これを自分の頭に合うような形で何度か頭に実際につけてみて、合うか合わないかっていうのを確認してください。このままシェイプをしていきますね。前の方にシェイプをしていきます。このカチューシャの留める位置がポイントなんですけれども、ちょうどおでこの生え際にこのラインが来るようにしてください。おでこの生え際にこのカチューシャのこのラインが来るように留めてください。そうしましたら今度バックですね、はい、溶かしながら留めていきます。はい、このようにダブルで留めていきます。髪の毛がこういう方向に生えてます。ここら辺まで薬をつけてしまうと失敗しちゃうんですね。ここは自然な癖を生かしていただいた方がご自分でやる場合はいいと思います。よほど癖が強い方でもここはちょっとつけない方がいいです。根元のところ、ここもつけちゃダメです。薬をつけるのはこの部分につけていきます。そうすることによってどういうことになるかっていうと、ひし形のシルエットができます。ひし形のシルエットが作れます。生え際の、ここの生え際の位置までこのカチューシャを留めていただきます。ちょっと前見づらいと思うんですけれども、はい、このまま薬を塗っていきます。で、このカチューシャのところにあんまりつけてしまうと失敗してしまいますので、ハートのところにつけないでください。やり方としてはこのように塗っていきます。で、カチューシャのところが1個注意しないとダメなのが、結構よれてたりするとそこにパーマ液がついてしまうとそのように形がついてしまいますので、そこは気をつけてください。あと、このカチューシャの脇、カチューシャ沿いのところに薬が溜まりすぎてしまうと、そこがですね、パーマ液が強く反応してしまって、綺麗にかけることができません。そこから折れてしまいますので気をつけてください。髪の毛は濡れてる状態にやってください。乾いてる状態だと中まで薬が通らないので、それでですね、コームをちょっと溶かしていただきたいんですけれども、はい、コームをちょっとここを溶かします。いいですか、このように溶かしていきます。コームで、溶かしていく理由としては、髪のこの中の方に薬剤を浸透させてるということですね。このような感じでやっていきます。トップのところつけてないの分かりますかね。この部分はついてないんですよね。要はここはこのつけないでくださいっていうのはここですね。この部分をつけないでくださいっていうことです。これで薬塗布終わりです。簡単ですよね。で、カチューシャのこの脇に溜まっちゃうのは危険なので、ちょっとね、ハケでちょっとうまくごまかしてください。頭皮にはつけないでくださいね。なので、頭皮につけないようにこのカチューシャ沿いにつけていきます。これで、ラップとかしなくて大丈夫なので15分放置してください。まずね、15分から放置していただいて1回やってください。かかりすぎてしまうと危険なので15分、よっぽど癖が強い方だと30分放置したりはするんですが、失敗してしまうと僕もちょっと自己責任と言いながらも、ちょっと本当に失敗してしまうとあと取り返しがつかなくなってしまうので、15分っていう形で1回試してやってみてください。じゃあこの毛先つけなくていいのかっていうことになると思うんですけど、素人の方があまりここつけてしまうと毛先がまっすぐなりすぎてしまう。では15分ちょっと放置していきたい。今カチューシャを外して、シャンプーを軽くしました。できればなんですけれども、これ無理やり売ってるとかではなくて、僕が出してるヘナの、トリートメント剤を使うとですね、より綺麗に、これは流さないトリートメントなんですけれども、これを使っていただくとより綺麗に仕上がります。ウォーターをまずつけていただいて、それからジェルをつけてから、もし余裕がある方はこれを使って綺麗に仕上げてください。流さないトリートメントとしても使えますので、よければカートから買えますのでよろしくお願いいたします。ヘナウォーターをまずつけていただいて、ヘナウォーターをつけ終わったらすぐですね、ヘナジェルをつけていくんですけど、ヘナジェルを手に取っていただいて、はい、これをですね、はい、全体につけていきます。薬をつけたところですね、ここに全体につけて、はい、それからコーミングをしていきます。これによってですね、髪の毛がかなり強化されます。より綺麗な仕上がりを作りたい方は、ぜひちょっとね、これを試していただくとかなり結果が変わりますので、乳液は毛先の方までしっかりつけて、あとできればこの中ですね、この中の方もしっかりめくってつけといてください。結構たっぷりつけちゃって大丈夫です。
毛先の方まで乳液はつけてください。コーミングは前の方にコーミングしていただくといいです。こういうような感じですね。先ほど最初にコーミングした通りに前の方にこういう風に乳液もつけていきます。一応ネープの方もね、少し乳液をオーバーラップしてつけといてください。ネープの方もちょっと乳液を多めにつけといてください。はい、前髪もしっかりつけていきます。しっかりコーミングした状態で15分放置して流して終わりという形になりますので、さほどそんな難しいわけではないんですね。ただこれだけなんですね。最後乳液流す時にもう一回シャンプーしてください。シャンプーして上がった状態でシャンプーしてリンスしてください。うちではヘナウォーターとヘナジェルをもう一回つけるんですけれども、結構ねこれ癖が収まってくれるんで、つけていくとどんどん癖が収まるような、内容成分になってまして、癖毛用だったりとか、あとはそうですね、髪の毛とにかく強化したい方、ダメージが多い方とか、そういう方向けに作ってる商品になりますので、はい、このようにヘナウォーターをつけてヘナジェルをつけて、これで仕上げ乾かしていくというような感じになります。仕上げで入れていただければちょっと持ちがいいです。はい、ざっくりでいいのでアイロン入れておいた方が僕はいいかなと思います。最後にですね、仕上げで全体に薬剤つけたところをアイロン入れていくことによって持ちが良くなります。コアの情報を、今後も発信していきますので、いいね、あとシェアとかですね、チャンネル登録お願いいたします。はい、あと美容師さんの方、もし興味あればオンラインサロン、かなり面白い内容やってますので、経営の話とかじゃなくて本当もうガチ技術のこととしかオンラインサロンを発信してないので、あとはねインターネットのを使った活用だったりとか、そういう部分も発信しております。他のね、オンラインサロンに負けないんではないかなというふうに思っておりますので、よろしくお願いいたします。今日はこのような感じで動画を終わりたいと思います。ではバイバーイ。